進撃の巨人ラジオ、進撃の巨人ラジオ、カジと下野のすすめ電波兵団、電波兵団。皆さんこんにちは、テレビアニメ進撃の巨人エレン・イェーガー役カジユキです。同じく皆さんこんにちは、テレビアニメ進撃の巨人コニー・スプリンガー役下野ヒロです。この番組はテレビアニメ進撃の巨人を全力でフィーチャーしていく巨人だけに超大型進撃ラジオです。うん、はい、もう5月26日更新分なので5月終わっちゃいますね。もう6月だね。そうですね。そして梅雨の時期かね、うん、ワールドカップが始まりますよ始まっちゃうんです。もう雨なんかもう梅雨なんかよりもそっちなんだね。むむねえ、楽しみに待ってましたから。ただ君の場合さ、はい、それリアルタイムで見ちゃうでしょ。見ますね。本当にいつも思うんだけどさ、ブラジルってど実、ま、真反対なの。真反対、きっついぞ。何時からの試合かによりますよね。ああ、まあ確かにね。逆にちょっとずれてる方がきつい場合もあるじゃないですか。ああ、タイミング的に。だから我々からしたら、うん、仕事してる人って例えば11時ぐらいから試合やってくるとすごいちょうどいいじゃないですか。あ、それで逆にこう2時とか3時からだとしんどいけど。そうだね、うん、仮に午前中ないとか休みだったら、うん、むしろ夕方というか朝の7時とかだったら見れる。まあなかなかだからタイミングって難しい ね。時差って難しいね。もう分かってるはずですもんね。ああ、調べてみよう。調べたら多分そう、多分出てくると思うよ。なんかねダメな気がするんだよなちょっと無理してでも見たいけどな。いやでも結構、ね、見ないですか。そうだね、まあ見たり、まあ、ちょろっと見たりはするかもしれないけど。サッカーをちょろっと見るってどういうことですか。だからあのなんかその日あついてたら見るなとか、つけたらやってて見て見るとか、うん、これ見ない人のやつですね基本的にだって俺そんなにスポーツにそんなに興味ないよ。オリンピックとかも、オリンピックもないんだよね。フィギュアとかも。そうなんだよね、みんなすげえ盛り上がってっけどさ、だから大体話題についていけない人だよね。スポーツにじゃそこまで関心が。そうなんだよね。あら、そうですか。うん、悲しいかな。じゃあ試合時にメールしますよ、始まるよって分かった、うん、それやってたらじゃあ見るよ。本当ですか、うん、メールくれたら見るよなんで俺こんな強制的に見させられないんだ。いいですいいです、ただ日本を応援する気持ちは忘れないでください。それは一応ありますよ、はい、ありますよ。だから朝のニュースで大体確認するんです事故かさあそれではそろそろ行きましょう。進撃の巨人ラジオ、カジと下野のすすめ電波兵団第31回目、進撃せよ。進撃の巨人ラジオ、進撃の巨人ラジオ、カジと下野の進め電波兵団、電波兵団。この番組は進撃の巨人制作委員会の提供でお送りします。さあ電波兵団始まりました、うん、はい、ねね、もう早速いっちゃう。はいここにいろいろ書いてあるけども、うん、オープニングとね内容被ってんだよね。そうなんだよ、うん、被ってるしね。あともうそんなに深く掘り下げた話でもないんだよね。必死にねこの5月末から6月にかけてのネタを考えたんだと思うんですよ作家さん、うん、でもねもう梅雨っていうあれしかないんで。そうなんだよ、最後にあ巨人は裸だから衣替えとか関係ないのかなとか、はい、雨とかって平気なのかなとか。でもほら一生懸命そんな巨人のご機嫌を伺ってどうすんだっていうね。ちゃんと進撃の巨人のラジオだからさ。まあわかるけどさ、うん、まあその辺は俺別のところで頑張っていこうよそっか、さあということで